史上最大のストップインボイス大作戦のための作戦会議。ストップインボイス。インボイスが大だ。ね、ここからちょっと勉強したことを話すよ。いい、アダムスミスっていう人がいるんだよ。資本主義の父親、これ読んだよ。おい、家欲も勉強しないと負けちゃうよ。で、アダムスミスはね、はっきり言って消費税を取れなんて一言も言ってないよ。インボイスなんて一言もね。あいつが言ってんのは何かっていうと、富裕層からちゃんとそれなりに取れって書いてある。本当に。ほんで、しかもね、今苦しい人には社会保障でちゃんと死なないようにした上での自由競争って書いてあるんです。これがそもそもの資本主義ね。ありがとうございました。